兄上に面白い計りごとをお持ちいたしました。飲んでますか平勢天皇様。汚らわしい。天皇をたぶらかしているあの女にです。順調だ。もっと偉くなりてえな。平勢天皇の時代になったらもっといい思いができると思ったのにな。本人のいないところでは呼び捨てですか兄上。クスコか。何の用だ。お前も飲みたいのか。結構です。辛気臭い方からいただく酒など飲んだら辛気臭さが移ってしまいますから。喧嘩を売ってるのか。売ってません。私は何の得にもならないことはしない主義なんです。時間がもったいないですから。じゃあ何をしに来たんだ。兄上に面白い計りごとをお持ちいたしました。計りごとだと。即位おめでとうございます平勢天皇様。堅苦しいな弟よ。兄上でいい。ではお言葉に甘えて。兄上、ご挨拶が遅れてしまい申し訳ございませんでした。よい。私は今気分がいいからな。そんな小さなことでは腹が立たぬ。器の大きさもさすがにございますね。いようよ。よしこは息災か。はい、母上はいつも元気にしております。それはよかった。飲んでますか平勢天皇様。兄上、私はこれで失礼いたします。ああ、弟さん行っちゃいましたね。誰だ。いやですね天皇様、私は藤原北家宗成にございます。あの藤原の長手のひ孫にございます。桃川に利用されていた者の子孫か。さようにございます。しかし北家の衰退もここまで。私の代で返り咲いてみせます。宗成殿、ここにおられましたか。これは式家の出世頭中成殿ではありませんか。中成、遅かったではないか。申し訳ございません、仕事が溜まっておりまして。中成殿から声をかけていただけるなんて光栄にございます。こやつに用があるのであろう中成、さっさと連れて行け。かしこまりました。宗成殿、奥の部屋に。汚らわしい。どんなお話ですかな中成殿。真剣な話だ、心して聞け。真剣。かしこまりました。この藤原の宗成、心してお聞きいたします。北家再興のためにあることをしてもらいたい。何故式家の中成殿がそのような話を私に。藤原の大継ぐを陥れるために私は北家の方々と手を組みたいと思っている。もちろんこの策が成功した暁にはそれ相応の地位を約束しよう。なるほど。それでどんな策なのですか。一度しか言わない。聞き漏らさないように。伊予親王様、お久しぶりにございますな。お供殿、お久しぶりにございます。いかがなさいました。顔色が優れないようですが。少し疲れが溜まっているだけにございます。では私はこれで失礼いたします。何か隠しておられるような気がする。さすがこれ君殿のご子息、鋭いですな。中成殿、珍しいですね、こんなところでお会いするなんて。伊予親王様に関して少し不穏な噂を耳にしまして。それはどんな噂ですか。何でも北家の宗成殿が伊予親王様に
天皇様に対しての謀反の計画を持ちかけたという噂にございます。謀反？あの宗成殿がとてもそんな大それたことができる人物には見えんが、能ある鷹は爪を隠すと言います。あの長手殿の子孫であれば、普段からお芝居をしている可能性もございます。このことは他に誰が知っているのですか？お供殿に話したのが初めてです。この件、私に預けてくれぬか？よろしいのですか？ああ、任せてくだされ。順調だ。内丸殿。これはお供殿、新鮮園でお会いして以来ですね。藤原の内丸と藤原のお供は、桓武天皇の時代に競うように昇進していた二人で、いわばライバル関係です。しかし、平成天皇が即位すると、内丸が右大臣に抜擢されました。この背景には、平成天皇とあまり相性が良くなかったお供を、意図的に抑える目的があったとも言われています。急な訪問失礼いたします。大至急、お耳に入れておきたいことがございまして。何でしょうか？伊予親王様に、藤原の宗成殿が謀反の話を持ちかけたそうなのです。何かの間違いでは？あの男がそんな大それたことを言い出すとは思いませんが。噂でしかなく、確証はありませぬ。しかし、もし本当であれば、戦が起こります。それもそうですね。何か考えることにいたします。よろしくお願いいたします。しかし、内丸は何もせずに静観していたと伝わっています。そんな中、伊予親王が謀反の計画を持ちかけられたことを平成天皇に報告しました。それにより、藤原の宗成が尋問を受けることになります。申し上げます。尋問を受けていた藤原の宗成がすべて吐きました。何と申していた？こたびの謀反の噂の件、どうやら伊予親王様が裏で糸を引いていたようにございます。どういうことだ？では首謀者がわざわざ私に計画を漏らしたというのか？これは憶測にございますが、ホッケを失脚させるための策だったのではないかと。なるほどな。南家のお供のためか。おそらくは藤原の内丸との争いに勝つためかと。くだらぬ。伊予親王、並びに藤原の義子を捕らえて幽閉せよ。お供も流罪じゃ。ついでに宗成も流刑に処せ。宗成殿は何故ですか？嫌いだからだ。かしこまりました。申し訳ございません、母上。いや、力なき者の末路ということでしょう。兄がホッケと四季家の者に負けてからこうなる運命だったのです。私が天皇様に話さなければ。結果は変わらなかったでしょう。あなたはおそらくはめられたのです。はめられた？誰にですか？天皇をたぶらかしているあの女にです。藤原の義子と伊予親王は身の潔白を主張しましたが、聞き入れられず、二人揃って毒を飲んで心中したと伝わっています。うまくいきましたね、兄上。ああ、内丸が生還したのが計算外だったが、これで南家とホッケの力が弱まった。あとはお継ぐさえなんとかできれば、我々の天下だ。あとは、天皇様のお体が悪くならないことを祈るだけですね。ああ、そうだな。それだけが唯一の懸念点だ。神の親王の代になったら、確実に我々の居場所はなくなるからな。たくさん祈りましょうね、兄上。この事件に中成とクスコが関わっていたのかは定かではありません。しかし、力を持っていた藤原南家やホッケが没落したことと、変後の中成の出世をしたことなどを踏まえると、関わっていた可能性は高いのではないかと考えることができます。
さて次回の百花繚乱歴史伝は第52代目嵯峨天皇にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。